ブルックリン橋は、アメリカ合衆国ニューヨーク市のイースト川をまたぎ、マンハッタンとブルックリンを結ぶ橋である。マンハッタン島南端付近から南東方向に向かって伸びており、マンハッタン橋と並ぶように位置している。イースト川の上にかかっており、ローアーマンハッタンのシビックセンターとブルックリンのダンボ、ブルックリンハイツを結んでいる。 長さは1834メートル、中央景観は486メートルである。2008年の日、平均通行量は123,781台であった。元々の名称は、ニューヨークブルックリン橋及びイーストリバー橋といったが、1915年に正式に現在の名前となった。アメリカで最も古い吊り橋の一つであり、同時に鋼鉄のワイヤーを使った。 世界初の吊り橋でもある。14年の歳月をかけて1883年に、竣工完成した。同年5月24日に開通し、開通初日には15万人もの人がこの橋を渡った。1903年に、上流のウィリアムズバーグ橋ができるまで世界最長の吊り橋であった。1964年に、アメリカが修国国定歴史建造物に、 1972年に土木工学歴史建造物に登録された。この橋は2層に分かれており、現在でも上層は人や自転車が歩いて渡ることができる。下層は片側3車線の車道である。1944年までは高架鉄道が下層に、1950年までは路面電車も上層に通っていた。ブルックリン橋はゴシック風のデザインとも、 相まって、ニューヨークの観光名所の一つになっており、休日にはよく橋の上を乱に。なお、マンハッタンからイースト川下流にかかる3本の吊り橋の順序は、下流から BMW と記憶するという方法がある。ジョン・オーグスタス・ローブリング教場の風景案内版、建設中の自由の女神ブルックリン橋は、ベルリン王立高等理工科学校の協力工学を卒業したチューリン研修。 ミュルハウゼン出身のドイツ系移民のジョン・オーグスタス・ローブリングによって最初に設計されたが、彼は橋の建設開始を待たず衝突事故による破傷風で死亡した。その後、南北戦争に従軍した息子のワシントン・ドーブリングが建設を引き継いだが、彼もまた軽算病で下半身麻痺となり、現場に立てなくなったため、同じドイツ系の妻のエミリー・ワーレン・ドーブリングが、 工学を勉強し、現場の監督者と彼との意思疎通を図った。ワシントンは1903年に妻に先立たれてからも、自宅から望遠鏡で橋の建設を見守り、1926年に89歳で亡くなっている。ローブリングは橋を設計する際に、当時必要と考えられていた強度よりも6倍も頑丈に設計した。橋が建設された当時はまだ風洞実験が、 行われておらず、同時期に建てられた橋のほとんどが廃棄されたのに対して、この橋が今日まで生きながらえたのは、このようないくつかの幸運があったためだと指摘されている。建設当時、計損病はまだよく理解されておらず、建設に際しては多数の計損病による死者を出した。なお、マンハッタン高架鉄道会社に勤務していた品の上田半大六大藩主。 松平正方の次男、松平正奴が、ブルックリン橋の一部の設計を担当した。2017年から2年間、メキシコの麻薬王ホワーキングスマンが、留置所から裁判所まで往復する際に、ブルックリン橋が利用された。グスマンは、メキシコ国内で2度、大掛かりな脱獄をした経緯があったことから護送車が、通過する際には、身柄のダッシュなどが起きないように、 一般車両を通行止めにする措置が取られた。マンハッタン側からは、ニューヨーク市地下鉄レキシントンアベニュー線のブルックリンブリッジシティホール駅、またはブロードウェイ線のシティホール駅下車。シティホールパークから橋はすぐに見える。ブルックリン側から渡るなら地下鉄の8番街線のハイストリート、ブルックリンブリッジ駅下車。こちら側から渡る方が圧倒的に景色がいいが、 入り口がわかりにくいので注意。なお、歩行者用の通路でも自転車が猛スピードで走っていくことが多い。特に見通しの悪い夜間に橋を渡るときは注意が必要である。ブルックリンハイツプロムナード映画、特撮アニメ、漫画その他多数作品あり。ブルックリン橋、ありがとうございます。